お疲れ様。とっても楽しかったわ。お疲れ、クレハ。みんなもお疲れ様。キリトさんたちがいなければ最速攻略は無理だったわ。それはこちらも同じだよ。一番の活躍をしたのはリーダーだしな。リード？あいつのことですね。会った時は初心者だったのにね。攻略の中でもどんどん成長して追い抜かれちゃったわ。 VR ゲームが初めてなんて信じられないな。すごい素質だよ。どうか狙撃で負けるつもりはないけれど、1対1の戦いになったら厳しいかも。UFG で一気に距離を詰めてくるからな。あれは手強いよ。すごい高評価ですね。あいつにはもったいなさすぎますよ。そうかな。なんというか戦闘力だけじゃないと思うの、あの人の力って。例えば SBC フリューゲルのラストバトルでもそうなんだけど、大事な時に自分で決断して行動するでしょ。そういう人って信頼できるし、自然に頼りにされるから、だからみんなリーダーとして認めているんだと思うの。そうね、あいつみんなに認められているんだものね。普段はぼーっとしているけどな。言われてみれば少しキリトに似ているかもね。まさかぼーっとしている方だけじゃないよな。そう。どうかしらね。げアスナまで勘弁してくれよ。
どうしたんだい？主役が抜け出しちゃダメだろ。まあいいさ。想像しいところが苦手な気持ちはわからなくもない。意外かい？僕は集団戦は得意だけど、集団に加わるのは苦手だよ。そうだな、人の輪から外れたここみたいな場所がちょうどいい。なんてね。そういう設定も受けがいいと思わないかい？それもまたよしかな。そうそう、大事なことを言い忘れていた。クエストクリアおめでとう。まさかあそこが分岐点だとは思わなかったよ。あえて困難な道を選ぶのが正解だったとはね。今思い返せばよくある話だけどさ、僕はやっぱり OS の再インストールを選ぶだろうな。そしてトゥルーエンドには至らない。やはり僕には英雄になる素質はないのか。だから僕は君に負けたんだろう。あ、いや、誤解しないでくれ。悪くない気分なんだ。同時に大変不愉快な気分でもある。まあ君のせいじゃない。出会った当初から気が合わない誰かさんのせいなんだけどね。ただ僕が彼女の指摘を不愉快に感じたということは図星なんだろうな。それでついいろいろなことを考えていたんだよ。この世界の基礎、VR 空間を生み出した茅場明彦なる人物についてさ。彼はなぜゲームを作ったんだろう。通信、教育、医療、軍事、いくらでも有益な利用方法はあるのに。いや、手始めに娯楽から入るのは分からなくもない。人々に受け入れられやすいからね。だけど彼にとってゲームは手段ではない、目的だったのだと思う。ソードアートオンラインというデスゲームを作り、何を得ようとしたのだろう。君はどう思う？奇妙だとは思わないか？君らしい答えだね。一般的に見えて不思議と退屈だとは思わない。おそらくそれは君が自分で考え導き出したものだからなのか。誰かから聞いた言葉、どこかで読んだ言葉ではない、そんな気がする。茅場が何を求めていたか真実は分からない。でも僕は VR 空間に初めてダイブした時感じたんだ。不安、期待？うまく言語化できないんだけど、妙に落ち着かない感覚、ざわめく感じ、退屈なんかどこかに吹き飛んでしまった。だけど VR 空間がゲームだと分かるにつれ、次第にその感覚は消えてしまった。刺激的ではあるけれど、クエストや攻略の本質はビデオゲームとあまり変わらない。茅場はデスゲームにしてまでずっとあの感覚を追い続けたということなんだろうか。そう考えた時に少しだけ彼の気持ちが分かったよ。その時
僕がソードアートオンラインに入る術はなかったのだから、結局はただの想像だけどね。しかし今は違う。君といると僕はあの時の感覚が蘇る。退屈しきったはずのクエストでも楽しさが違うんだ。なんでだろうね。長話は僕の悪い癖だね。ごめん。結局言いたいのはちょっとした事実だけなんだ。君は僕にとって特別な存在だということさ。そんな君が今日英雄になった。GGO の世界においても君は特別な存在になったんだ。僕は君の特別な存在になれるだろうか。なんてね。いつもの冗談だよ。驚いたかい？あ、これはそうか。VR 空間では感情を隠せないんだっけ。参ったな。正直あまり認めたくはないんだけどさ。僕は本当の仲間が欲しかったんだ。たった一人でいい。共に並んで歩める、絶対に裏切らない仲間を。君は常に僕ができない考え方をする。僕の考えに汚染されない。僕の誘導に引っかからない。僕の醜さを知っていても仲間だと言ってくれる。だから君のリアルの名前すら知らないけど、過ごした時間もわずかだけど、僕は君となら。そうか、僕はクレハやツェリスカ、そしてキリトたちと同じだって言ってくれるんだね。うん、そうだね。君は AI すら心から仲間として認めている。誰にだってそうなんだ。誰にでも優しい。誰でも助けようと手を差し伸べる。だから君が僕のそばにいてくれたのも全く特別なことじゃない。ゆえに君が僕だけを選ぶことはありえない。そういうことだね。君はいつまで君であり続けられるのかな。楽しい時間は永遠には続かないんだ。君の大事な仲間とだっていつか別れの時は来る。しかも残念なことに、それが美しい思い出になるとは限らない。人はね、笑顔を浮かべながら裏切り奪える生き物なんだ。現実も仮想もそれは変わらない。
変わらないんだ。そうか、やっぱり君は見たことがないんだね、本当の世界を。君の眼前に広がる世界は暖かいんだろ、キラキラと輝いて笑顔に満ち溢れているのだろうね。でも僕の目に映る世界は違うんだ。僕だ、開始してくれ。これがリアルさ。笑顔やぬくもりなどどこにも存在しない、うつろな世界の中で僕は生きている。願いは届かず、思いは裏切られる。それが現実なんだ。僕はもうそれを寂しいと思う気持ちすら失っていたんだよ。そしてここでただのゲーム仲間でいられればよかったんだけどね。もう耐えられないんだ。君を手に入れるためなら僕は魔王にでもなってみせる。お帰りなさいマスター。昨日は突然真っ暗になってびっくりしました。マスターが無事戻ってきてくれてよかったです。もう昨日のサーバーダウンって何だったの？すぐに復旧しないし。今頃ザスカーには苦情のメールが殺到しているだろうね。そうね、きっと担当の方は大変でしょうね。せっかくの打ち上げだったのに残念だったわね。どうしたの？僕の顔に何かついているかい？そんなまじまじと見られると照れるな。なんてね。マスター、今日は何をしますか？お買い物でも狩りでもサポートします。今日は特に急ぎの用事はないし、あんたのやりたいクエストに付き合ってもいいわよ。私も参加したいわ。僕も一緒に行こう。ということです。マスター、自由に決めてください。やあ、
調子はどう？相変わらずラッキーなようだね。こんにちはなのです、シュピーゲル。こんにちは。SBC フリューゲルの攻略は進んでいるんだろうね。強いプレイヤーと一緒なら何かと楽だろう。 UFG 以上のレア武器は見つかったかい？シュピーゲル、なんか妙にマスターに詳しいですね。ファンなのですか？ファンね。僕が最近いいなと思ってるプレイヤーならいるけど、知っているかい？デスガン。ただ運が良かったり、うまく流行に乗れたからって意気がってる奴らに制裁を加えているんだ。もっと暴れてくれればいいのに。あれこそが本当の強者だよ。そう思わないかい？ふん。それさ、デスガンを前にしても言えるの？やっぱり君もシノンを惑わす連中の仲間みたいだね。気をつけた方がいいよ。デスガンは君みたいな運がいいだけのやつは大嫌いだろうからさ。びっくりした。急に切断されるんだもの。結局あの時ログインしてた人はみんな強制ログアウトされたの？そうみたいだな。俺が強制ログアウトされる直前にはもうほとんど誰も残っていなかった。そういえばさっき公式アナウンスが出てたよ。調査の結果、サーバーの不具合だって。他のゲームでも聞いたことないよ。かなり珍しいよね。すぐに復旧したから良かったけど。 VR ゲームが出る前のオンラインゲームなんかじゃよくあった話なんだけどな。大型アップデートでプレイヤーが激増でもしたのか。その程度で揺らぐザ・シードではないわ。もともと小規模サーバーでも運営できる仕様だもの。システムに問題がなければヒューマンエラーの可能性がありますよ。ああ、運営あるあるだね。人が管理している以上ミスは必ず起こりうるし。個人的にその線は否定したいところだけど。根拠はないんだけど、今回のトラブルは少し気になるな。キリト、原因を調べてみますか？セブンに頼めばきっと協力してくれると思います。そうですね、ユーザーとしてログインしている以上システムへのアクセス権限はありませんが、外部から調べることは可能です。私も手伝うよ。ザスカーの情報覗いちゃう？ほどほどにな。ユイとストレアは俺の PC からアクセスしているんだし。大丈夫、人が定めた法律やルールは守ります。抜け道は使うけどね。私もお手伝いします。ねえ、打ち上げの仕切り直しをしない？せっかくまたみんな集まったんだし、パーッと狩りに行こうよ。
行く行く。ハイパーセンスだっけ？超レアスキルを見てみたいな。賛成。確かにそのスキルの効果は気になるわ。まさか狙撃まで察知したりしないでしょうね。私も行きたい。こうやって全員集まるのもそんなにないし、今日はこの前の分も遊んでいきたいな。オッケー。じゃあとりあえず総督府まで移動しよう。どこに行くかは途中で相談して。ちょっと待ちなよ。リーダーの意見を聞かないと。リーダー？ ああ、キリトさんも参加できる？もちろん。だけど、このスコードロンのリーダーって…スコードロンのリーダーに登録されているのは確かにあんただけど、ここはキリトさんやゼリスカさんたちトッププレイヤーがいるんだ。別に気にしてないわよね。いつもこんな感じなんだし。それはおかしくないかい？君はもう名実ともにトッププレイヤーなんだ。それにみんな君を気に入ってこのスコードロンに入っている。もっと君が積極的にリーダーシップを取ってほしいな。そんな。まあまあ、リーダーだっていろんな形があるさ。クレハと二人三脚でいいコンビだと思うけど。みんながいいならそれでいいさ。ただね、少しどうかなと思っただけなんだ。イツキさん、それって私の力がこのスコードロンにふさわしくないってことですか？どうしたのクレハ。そんなことは誰も言ってないわ。言ってないだけなんてね。イツキさん。クレハ、あなたは十分強いわ。だからそんな自分を否定するようなことは言っちゃダメ。でも、シノン君、力にこだわっているのはクレハ君の方だよ。真剣な人をおちょくったのはあなたでしょ。ああ、それは謝るよ。すまなかった。むしろ僕はリーダーは強さだけで選ぶのかと問いたかったんだ。え、そんなわけないでしょ。だけど、そうね、リーダーの基準なんて考えたことなかったわ。自然にそうなったというか、いつの間にかみんなの中心になってたものね。最初は本当に初心者だったのにさ、あっという間に頼れる存在になったよね。そうなんだ。みんなそんな風に思ってたんだ。だろう？カリスマ、魅力、いろんな言い方はあるけれど、君は特別な存在なんだと自覚した方がいい。特別。ねえ、あんた、自分が特別だって言うの？そんなの答えになってない。私はあんたにとって何なの？いつも私の後ろについてきたくせに、私がいなければダメなんじゃないの？私と決闘しなさい。私は強いの。あんたなんかよりずっと。それを証明するわ。あんたのゲームスキルが高いのは分かってる。だから、敵
手加減なんかしたら絶対許さないから。私だってうん、今はこんなこと話してる場合じゃないわ。私は私自身の力で一番にならなければならないの。 GGO に名前を刻むのはこの私なんだから。クレハ君の腕前はトッププレイヤーに劣らない。リーダーがその上を行っただけさ。増長なんか欲しくない。そういうものを求めて GGO にいるわけじゃないの。私ソロに戻るわ。フレンド登録も削除する。リアルのメアドにも連絡しないで、しばらく一人になりたいから。近づかないで。ランキングに乗る程度では何も残らない。誰も覚えてなんかくれない。数あるトッププレイヤーの一人、そんなものになる意味はない。私はもっともっと強くなるわ。絶対にあんたより強くなってみせるから。そうしないと、そうしないと。残念だけど、すぐには難しいと思うわ。クレハ、なぜそれが一人を選ぶことになるのですか。仲間はとっても大事なものです。他にもね、人には大事なものがいろいろとあるの。恋人とか家族とか名誉とかお金とか。いっぱいありますね。びっくりしました。クレハの気持ちは理解がとても難しいです。ソロでもパーティーでも自由でいいのです。ガンマニアでも PK 大好きでも全く良いのです。 GGO はみんなで楽しく銃を撃ち合う世界なのですから。なのに今のクレハはとても辛そうに見えるのです。どうしたらクレハは GGO を楽しんでくれるのでしょうか。笑顔になってくれるのでしょうか。そうね、ゲームは楽しむものよね。私もそう思うけど、そうじゃない人もいるの。あなたなら知っているわよね。クレハちゃんが GGO で何を目指し求めているのか。私もそう思うわ。だからあなたに先を越された程度の問題ではないの。気持ちはわかるけど、そんな寂しそうな顔をしないでほしいわ。
クレアちゃんもね、あなたにそんな顔をさせていること、もう少し自覚すればいいのに。ではクレハは当分戻ってこないのですね。それは寂しいです、悲しいです。レイちゃんは優しいいい子ね。もちろん私も早く戻ってきてほしいと思っているわ、他のみんなもね。でも今はそっとしておいた方がいいと思うわ。フレンド登録を消されたら連絡手段もないし。ええ、あなただけじゃない、私もフレンド登録から削除されているの。それなら探しに行きましょう。きっとクレハはマスターを待ってます。しつこいのは嫌われるわよ。さっきも言った通り、これはクレハちゃんの問題だもの。今追いかけても逆効果よ。本当に会いたくないからフレンドすらやめたんでしょうし。そういうわけで私もしばらく抜けさせてもらうわ。リアルでもここでもやらなければならない用事が多くて、しばらく自由にやりたいの。もともと SBC フリューゲルのクエストを共闘するための臨時加入のつもりだったから。スコードロンは脱退させてもらうわ。それとしばらくは連絡も難しいかもしれない。少し前から考えていたのだけど、SBC フリューゲルのクエストが終わるまではと思っていたの。ごめんなさいね、そんな顔をしないで。あなたは強いから大丈夫よ。クレハちゃんの問題もいつか解決するわ。またいつかご縁があることを祈っているわ。その時はまた仲間にしてちょうだいね。まさかゼリスカまでスコードロンを抜けるとは。急な話で驚いたよ。事前の相談はなかったのかい？なかったのです。でも SBC フリューゲル攻略にみんな忙しかったので、ゼリスカは優しいから言い出せなかったみたいです。だからクレハもゼリスカもすぐに帰ってきます。すぐじゃなくても必ず帰ってきます。残念ながら僕はそうは思わない。人は突然離れ去ってしまうものなんだよ。引き止めるなら早い方がいいんじゃないかい？僕も探すのを手伝うよ。冷静な判断だね。では僕の力がいらないならしばらく自由にさせてもらおうかな。さっき言ったろ、人は突然離れ去ってしまうものなんだと。少しは前のスコードロンに顔を出せとパイソン君がうるさくてね。もちろんフレンド登録を削除したりなんかしない。いつでも気軽に僕のホームまで遊びに来たらいい。僕は彼女たちとは違う。冗談を言うシチュエーションではなかったね。ごめん。では失礼するよ。ですか？こんな偶然あるんでしょうか？不思議です。
そして何より寂しいです。